はい、どうも、もっといいよとカフェオレーベルということで、シュガーフィールズの原です。はい、ですね、ニーブくんを直列で、今回ね、7個通してますね、この音源。ザ・ローリングストーンズの、ブラウンシュガーをね、まあ王道ですけどね、まあ、ブラウンシュガーというね、あのかの名曲をですね、カフェオグルーバーズとジャッキーさんでね、洋楽カバーということでね、やってみました。なんとですね、全部マイク1本で撮りました。またです。時々ね、カフェオレーベルのこのチャンネルね、マイク1本シリーズありますけど、最終的なマスターに出来上がるまで、トランスをね、まあ、ニーブくんね、ハイエンドトランスを7個撮ってますね。5、6、7、そう、7個。ギターも歌も、もちろんベースもピアノも全部トランス通しまくって録音したらどうなるんだろうと、ニーブくん通しまくって録音したらどうなるんだろうということをね、一回やってみようと思いましてですね、実は、ね、やったことなかったんですね、ここまでたくさん通したのは。いつもうちのスタジオマルチで通るときは1個は通ってます。いわゆる、まあ、定番のニーブくん1個通って、でその後、まあ、マスタリングで、まあ、通すこともあるんですけど、例えば今回のドラムのレコーディングはマイク1本で撮りました。アマテラスの 8097S1 本、それをあの友蔵先生のドラマーの友蔵先生のこの辺に立てまして1本だけでやってます。でその後ですね、新製品の、ファンタムニーブくんを撮ります。そこからつまりその 8097S にはファンタム電源が送られてるわけですね。 2087MD ってやつです。モディファイのやつですね。でその中には、まず1個目のトランス、OEP 管ヒルのトランスが内蔵されておりますので、まあ、そこで1個取りますよね。でその後、もう1個0058っていうアマテラス0058っていうあのマイクトランスですね、あれを1個挟んでます。これ2個目ですね。でそれを通して、次に、アマテラス1011っていうあのマイクプリアンプですね、これに入ってます。でこれに、インプットトランスに、OEP のがもう一個入ってて、アウトプットトランスでルンダール、ここでルンダールが初めて登場するわけですね。ここでもうすでに4つ使ってます。その後にちょっと今年ねついに出るっていう商品なんですけども、こちらがねトランスドライバーです。ついに来ましたね。これ実はねもう何年も前に作ってたやつです。その後ですね、いろいろとこう揉みまして、うちのアマテラスといえばこれみたいな、ニーブくんに次ぐ、傑作の機材でございます、トランスドライバー。これトランスドライバーって何かって言いますとね、トランスをドライブさせちまおうっていう機材でございましてですね、トランスってあのよくまあ話してますように、課題入力、トランスに大きな音を入れてやればやるほど、このトランスのこう中でトランスの飽和が起きるんですよね。つまり時期はちょっとだけもういっぱいいっぱいになっちゃうよって、これがね美味しい味を出すわけですよね。とトランスを通してなんでいい感じの音になるかっていうと、その飽和感がちょっと起きてるから、別にその周波数特性が大きく変わるわけじゃないのに、イコライザーみたいにねこうガーンと低音減りましたかとか上がりましたとか高域落ちましたとか、全然パッと見周波数特性変わってないのに、なんか気持ちいい丸い音になるって、このまあ原因がですね、トランスのサチュレーション感にあるわけですよね。これをコントロールしてやろうっていう機材でございます。そのトランスドライバーっていうね、機材の中にはまずすごくハイクオリティの、まあブースターというかゲインアンプですねが入っております。超ドクリーンので、これで音量をでかくしてやるんですよ、ガーッと。でその次に、トランスが入ってて、トランスがおお来た来た来たブルバーってなりましてですね、トランスドライブし始めます。トランスってね、ちっちゃい音でねあの入れてやるとですね、割とそのあんまりトランスの飽和感というかサチュレーション感は出ないんですよね。すごくすっきりしたクリアな音のまま通っていくんですけど、ちょっと無理してぶち込んでやるとですね、わーっと上げてやると、これがトランスがいい感じでねサチュレーションを起こすわけですよ。でここからまたでかい音出てくるんで、音でかすぎてですね、次のインターフェースに入れようと思うとインターフェースで歪んじゃう可能性があるわけですよね。でこのインターフェースもね、そのパッドとかついてればいいんですけど、まあ限界はありますよ、入力信号歪んじゃいます。そこでもう一個ボリュームがついてましてですね、ここはアテネーターになるわけですね。ここで抵抗
すごくあの、まあ、良質な低高のボリュームを入れて音を絞ってあげると、ね、わざわざ上げてやってトランスサチュレーションさせて絞ってあげると、そうするといい感じのですねこのサチュレーションサウンドがかかった、音がインターフェースに入っていくというわけでございますね。まあ、これはもうインターフェースにつながなくてもいいわけです。これはね初のと言ってですねニーブ君初のアクティブ機器と考えてもいいわけです。なのでハイインピ直でぶち込めます。つまりギターもベースもそのトランスドライバーに直でぶち込めるわけですよね。そこで入れて、まあ、つまりブースターとしても使えるわけですけどね、トランスを入ったブースタードクリーンのブースターで音量をでかくしてあげる、っていうこともできる機材になってます。なんかね、なので、ね、これ1個あればねトランスの美味しさをいつでもどこでもどんな場所でも使えるという、ね、これねいつ頃かな、まあ、今年中にはクリスマスぐらいまでにはリリースしたいと思ってますけどね、まあ、これを、5個目のトランスですね、さっきの話でいきますと、5個目のトランスとして、でインターフェースに入っているという感じで全部取りました。ドラムもベースもギターもボーカルも全てこの流れで取っています、マイク1本 でそれをミックスしていると。まあ、今回はねまあ、ギターは正午白石ね、ブルースの先生がねもちろん弾いてくれてるわけですけどね、もう直系ですかね、ローリングストーンズとブルースって言いましたらね、オーバーダウンもしています。ギターは3本重ねてますね、キースとロンウッドと、あと原曲はサックスのソロが入ってたと思うんですけど、ブラウンシューがね、これをギターでやってます。なのでギターがサントラックで、正午白石にはコーラスもしてもらいましたね、だから正午白石だけで4トラック使ってますね、でドラムが1本、マイク1本でモノラル録音ですよ。これがね、まあ、ちょっと聞いていただければ分かるんですけど、これがって音になってますね、ちゃんとシンバルまで綺麗に特性は変わらず取るんですけど、これマイクをインターフェースに直差ししたらこの音にはならないわけですよね。もうガシャッとガシャッとボサッとするわけですけど、このタイトでなおかつこうエアー感もなんかあるんですよね。でできるだけねドライにしました、今回ミックスではあまりリバーブはかけずに、それができちゃうんですよね、なんかできちゃうんですよ。トランスだから5個通ってまずは録音してるね。でまあ、ボーカルも同じ感じで、トランス5個通ってインターフェースに入って、これはねクリックを使ってそれだけのトランスをねマルチトラック分用意することちょっとできなかったんで、実はパラで撮ってます。それぞれ1本ずつドラムから撮り、ベースにを重ねっていう、こうマルチトラックレコーディングね。まあ、この MV の方はね、当て振りですこれはマスタリングでも LR で2個、それを2個、ここにもね、ステレオのトランスドライバーを使ってるんですよね。そのまあミックスしたミックスデータをガーッと持ち上げてね、クリーンブースターで、まあ、ゲインアップして、トランスにグワッとぶち込んで、で、ちょっと下げてもう一回、まあ、リアンプ的なね、もう一回キューベースに入れてあげるという。で、それをマスタリングするという作業をしておりますので、だから計、7個トランスを取った音になってます。これがねやはりねこの音にはちょっと今までなかったんじゃないかな、こんな感じの音は。で今後ちょっとカフェオレーブルスタジオ全般にもこの、まあ、ここまではやんないですけど、ちょっとトランス多めでね、各トラックにやっぱりそのトランスドライバーはこう挟んでいきたいですね、そしたらよりそれっぽい音のスタジオになると思いますね。今までが悪かったわけじゃないですけど、もっと濃い音になると思います。そして当然ね、まあカフェオグルーバーズ&ジャッキーコムですからリズムです。今回は演奏やはりローリングストーンズをカバーするっていうことはですね、すごくハードル高いんですよね。演奏自体がそんな難しいわけじゃないね。これ日本人のバンドにはそう簡単には出せないと思いますよ、グルーブのこだわり、アップフィーリングでアフタービートで折り返すっていう、このまさにその王道のグルーブです。王道のダンスフィールをキープしながらの演奏になります。やはり我々の目標はこうね、世界ですからね、
この足立区綾瀬から、世界に向けて、まあ、世界に向けてというか世界標準の価値観の中で音楽を作っていきたい、発信していきたいと思っております。それはもちろんあのね、ニーブクとかのサウンド面も含めてですけどね、世界標準を持ってやっていきたいと思っている感じで、明日次の動画で、ザ・ローリング・ストーンズのブラウン・シュガーのカバー、前編いい音で、聞いてください。まあ、YouTube なんでね、どうしても一回圧縮されちゃうんですけどね、でもまあいろんな意味でちょっとチャレンジな、洋楽カバーでした。ぜひお楽しみに。それじゃあまたね。